まあでもまあ半沢直樹の役のイメージがすごい強いですけど、うん、香川照之さんも出ちゃいましたね。香川さんと飲みの席で会ったことはないんですけど。ないですか。ないですね。それ珍しいですね。銀座のクラブ行かないですもん僕だって。でも彼はもともとこっちがっていうか六本木とかより港区で、うん、道麻布とかで全部出禁になったってガーシーは言ってましたよ、うん、それで銀座のブラ取ったら出禁になるでしょ。いやもうあれは最初僕も大したことないなと思ったんですけど、うん、もう後から出てくる情報がやばすぎて、うん、全部 CM なくなりましたもんね。いや CM はちょっと無理でしょ。トヨタの CM は無理でしょ。ついにだから NHK の番組も全部なくなったんでしょうね。あのカマキリが昆虫ですよね。いやでもね僕思いまして、僕のほら僕と村上ファンドを、はい、モデルにしてる新しい王様ってドラマがね TBS でやってたドラマがあって、はい、僕の役を藤原竜也くんがやって、はい、村上ファンドの役を香川照之さんがやってるんですけど、はい、もう香川さんの口説き方とか、はい、そのヒロインの女の子をレイプしようとするシーンとか、はいはい、めちゃくちゃうまいんですよ。見たのかっていう感じなんですか。もうなんか見たのかみたいな感じですごいうまいんですよ。いやもう村上さんより村上さんっぽかったし。なるほど、うん、すごいな。本人よりも本人っぽくできるわけがない。本人よりも、いやだから多分ね香川照之さんはもう新しい王様って今パラビとか、うん、パラビだからあのアマプラかなかなんかで見れるんでぜひ見てほしいんですけども、香川照之さんの新しい王様は、はい、セカンドシーズンまでありますけど、すっごい面白いんで。そうなんだ。僕は堀江さんのやつを、はい、もうね、夜の飲み方とかが、うん、もうこのなんかリアルか、もうだから香川さんがそういう話になって、あやっぱりこれあれなんだと思って、リアルなんだ、ちゃんとなんかそういう感じにしてるっていう。いやまあ役者としたらすごい能力ですからね、はい、いやでもほらいろんなドラマあるじゃないですか、はい、だけどそのなんか飲み屋で女を口説くとか、はい、女をレイプするとかそういう役ってあんま香川さんないじゃないですか、はい、ですよね、はい、なんか、はい、まあ、割ともっとなんか真面目な役というか、まあ、真面目とか、まあ、でもまあ半沢直樹の役のイメージがすごい強いですけどね、うん、はい、だからそういう役はあるんだけど、そういう女を口説くとか、はい、女をレイプするみたいな役をやってるのは多分僕は知る限り、はい、あの新しい王様だけなんで。なるほど。そのまま地で行ったんやな、うん、あれはね、でも地で行ったんだなと思って。伝統芸能には興味あるんですよ、歴史と伝統には興味あるんですけど、その今の人たちのその何かにこうなんかありがたかったりとかっていう気持ちはないんですよ。だから例えば分かんないですけど歌舞伎とかそうじゃないですか、はいはい、まあ、大相撲とかってそうじゃないですか、うん、でなんかこう喜んで谷町になるような人いるでしょ。いるよ。いや例えばね、海老蔵さんとかね、ええ、割と仲いいんですけど、はい、別にそのなんか友人知人関係で仲いいだけであって、はい、別に歌舞伎役者だから特別にどうのってないわけですよ僕は。ただじゃあ歌舞伎を見に行かないかって言うと行くわけですよね。まあ、私も今行ってきたばっかり、歌舞伎座から直行してきた。あ、ちょうどよかったですね。ちょうどよかった。本当 場所が近くて本当だけど、それは堀江さんが有名人だから、うん、あの彼だってこう対等の人からはね、そんなあのなんかよくしてもらうとは思わないけれども、有名人じゃないお金持ちいるわけですよ。そういう人はやっぱり襲名になると、うん、あのやっぱりお金こう、うん、持っていくんじゃないですかね、お祝いを、うん、あなんかよくだからほらあるじゃないですか、あのトロフィーワイフみたいな、はい、トロフィーワイフみたいな考え方あるじゃないですか、そのお金持ちの人が、あのそういう人と若くて綺麗な女性と、あというか違います、芸能人とか、芸能人、ね、はいはい、そういうこう人たちと結婚したがるっていうか、実際にそういう人たちっていっぱいいるわけじゃないですか、はいはい、その気持ちもよく分かんないですよね、うん、僕もね、周りもいっぱいいらっしゃいますけど、うん、いやいらっしゃると思いますけど、うん、なんかだからそういう話に結構近いのかなみたいな。ああそうかも。なんかね、自分が今成功してるそういう形を有名人とのお付き合いとか、まあ、結婚とかそういうもので表したいっていう人はいるかもしれないですね、まあ、ブランド物のバッグを持つのと同じような感じなんでしょうね、はい、でもブランド物のバッグこそ僕はすごい幻想を作ってるなと思ったんですよね、だってあれ中国とかで大量生産してるプロダクトじゃないですか、はい、それをね20万も30万もかけて、はい、ありがたかった買うってすごいビジネスモデルだなと思って。確かにね、例えばでもブランドバッグで言ったら林さん昔ケリーバッグ騒動とかもありましたよね、はいはい、でも割と比較的そういうものを持つっていうことを、いや私はあの昔は持ってましたけど、
もう買えなくなってパリの本店でも、はい、もう別にソウル行けば同じの作ってくれるからいいやと思う、ね、全く同じもの作ってくれるから